ゴールキーパー今日は柴崎が入っています。前節とメンバー7人入れ替わっています。4バック右から石田、水本、藤原、渡部です。右に松橋、左に高山が入りました。梅鉢がボランチ、川上とコンビを組みます。最前線は中原と船山が入っています。ゴールキーパーは山本海斗、3バック右から幸恵、大部、堂花、右に上畑、左に橋本を予想しました。ボランチに大森、そして森岡、2列目延べ新井、トップは樋口を予想しました。スターティングイレブンは、この間22節と全く同じメンバーとなっています。上畑が中に入っていく、外に新井が出てきています。前節ワンゴールの新井、一つ戻して中に上畑入れていく、クロス低いボール、大森です。諸岡サイドからふわっと入れていく、中ヘディング、こぼれているぞ、もう一度シュート、こぼれていったところ上畑右平次左足打っていきました。オープンの高さ、こぼれ球に樋口、橋本陸が上がってきている。さあワントップ、ツーシャドウが一目散エリア内に入ろうというプレー、一つ落として3列目ミドルシュート、枠に行っていました。ナイスキーパー柴崎。先ほどの攻撃福島です。一つ戻して諸岡から大森のシュート、そして11試合ぶりに無失点ということになります。シーズン序盤非常に堅い守りを見せていたこの福島です。延べに通る、さあシュート打てるか、シュート、柴崎が対応、そしてゴールマウスに戻っていきます。ボールはまだオンプレー、もう一度クロスが入ってくる、逆サイド上畑かわしてシュートを打つか、右足を使うか、打ってきた、必死の守り相模原、緑の壁スライディング3ついきました。左右に松橋岩です。さあ後半の入りということになりますが、前線で奪って福島変わって入った長野翔輝、長野翔輝シュートゴール決まりました。いきなりの先取点、入ったばかりの長野翔輝、服部監督の起用が大当たりということになりました。歓喜に沸く福島サポーターです。セカンドボールを樋口が収めて前にスルーパス、水本も対応しますが藤原かわされて、ここで長野、柴崎の横を抜けていきました。投入ファーストタッチでのゴールということ、中に指示を与えます。この後半選手交代によりまして非常に高さでは福島が非常に高い選手を入れてきていますが、トレインの状況から縦にクリバラに跳ね返したでしょうか。もう一度入れていきます、高いボールになった、盛り返せるか、ヘディングシュート、決まった、見事なヘディングシュート、安藤翼のヘディングシュート決まりました。空から落ちてくるようなボール、2度目の蹴り直し、カーブをかけて直で落としていきました、見事に合わせた安藤翼、見事なヘディングシュートで同点です。相模原170センチの安藤です。先ほど得点を入れました安藤翼、ボールキープから一つ戻して自ら中央に上がっていきます。最前線中原、収める力があります。右に流れているのは石田、相模原クロスが入る、いったヘディング、正面、もう一ついった、形ができています。選手交代の準備もあります。このクロスボール、石田見事にカーブをかけていったボール、メッセージ通りテンポのいい攻撃見せています。福島ファーサイドに入ってくる田中です。田中を収めて前に森コーター、シュートフリーできた、入った、ゴールポストです。思わずゴールと言いそうになってしまいましたが、正気の長野正気のシュート、ラインを上げます。長いボール、フリーの橋本うまく収まって外から追い越していく森コーターです。中を見て非常にもシュートこぼれる、セカンドボール田中シュート、非常にいい形を作り続けながらじわりじわりと相模原ボールゴールに迫っています。福島細かいパス交換から中を狙っている、低いボール2列目から来た、スライディングが入る、ホイッスル、
や黙らずいったディフェンス、これはホイッスル PK です。ましたご覧ください、フリーのところに後ろからたまらず声が鳴りました。決めていきました森コーター、福島が再び突き放します。非常に見事な展開からのご覧ください、ゴール左隅に余裕を持ってキーパーの動きも見ながらといった正確な PK を決めていって福島が2得点目。誰に合わせてくるか、藤本純吾の左足です。いいボールが入った、こぼれている、佐藤が左で打つ、まだある、藤本純吾戻して石田です、中央激しいプレス、長野翔輝シュート、ナイスキーパー山本海斗。このミドルシュートご覧ください、入れ替わって佐藤がボールを取ろうというところ、激しいブロック、諸岡縦に入って森光太、栗原左に上がっている、スルーが通ればシュートチャンスになる、キーパー飛び出している、栗原イブラヒムジュニア、見事なゴールが決まりました、左足3点目を決めました、福島ユナイテッド FC。 キーパーの頭上を越えていくプレーでした、まあ、ここの諸岡の体の使い方、そして大森から森光太、水本の横を抜けたこのスピードとこの柔らかいテクニック、見事にサイドネットに左足突き刺さっていきました。栗原イブラヒムジュニア加入初ゴールということになりました、今日5試合目の出場での初ゴールです。試合がまたしても動きました。浮田の高さに対応しています。90分回りました、アディショナルタイムは3分、サードです、合わせていきたいところ、藤本少し中距離から狙っていたボールやダイビングヘッド、藤本の狙い、そして中原の反応、かわしてシュートブロック、ここで試合終了です。1対3、勝ったのは福島ユナイテッド FC アウェイチームです。